皆さん、おはこんにちばんはでございます。ただのレイです。で、今回はなんかいきなり何が始まったんやって思う方もいらっしゃるかもしれませんが、今回リスナー様からリクエストいただきまして、なんだっけ、ハングリーシャークエボリューションもう一回発音できない、これをやってみてくださいっていうことなので、どういうゲームなのかなって思って、ちょっとダウンロードしてお届けしようかなと思いまして、やっていきたいと思います。はんぺん食べたくなってきたな。はんぺん、え、なに、え、なんか入った、息できんの、あ、そっか、サメだからできるか。何言ってんの私、このうずうず、何うずうず、あ、入ってた、何、え、なんか死んだんだけど、なんか死んだんだけど、え、なになに、どういうこと、え、何すんの、あ、食べた、これ食べればいいの、人、え、なに、痛い、バンバン、なんか当たった、え、どういうこと、画面をタッチしてブースト、タッチしたよ、違うの、あ、アウチ、大ピンチ、あ、え、あ、なんか死んだ、ん、どういうことや、やべ、あと12時間待とう。何すればいいんだろう、なんか血とか出てるけど。食べればええんかな、これ。ちょっと動かして食べてみますね。あー、美味しそう。あー、私もね、魚食べたい。あー、美味しそう。あ、なんかでっかくなった。でっかくなっちゃった。あー、美味しい。生の魚美味しい。でもね、これ多分ね、あれやと思うで、熱帯魚。熱帯魚ばっかり食ってる。え、痛い、こちらの、あらー、死んじゃった。あ、なるほど。死んじゃった。なに、タッチすればいいの？なにこれ？え？なに？メジロザメ？でプレイすればいいの？食べられないように、これ動いて、人々魚とかを食えばいいかな。なんかわからんまま始まって死んでしもてんけど。なんかおもろいな、これ。はい。でもさ、ここからスタートっていうの面白くない？なんで上から降ってくんのっていうね。思いません？皆さん。魚ばっかり。いや、そんなこと言われたってさ、亀とか食えんの？え、ちょっとめっちゃ逃げられてるんやけど。待って。あ、食べれた！うわーって書いてあったけど。もぐ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 。うまいで。めっちゃうまいわ。あ、こうやって食べてくんやね。食べてくんや。あ。でも画面をタッチしてブーストっていうのがね、ようわからんねんけど。なんか、やってること合ってんの？あと12時間待とう。なんかボーナスステージみたいなとこやったんかな。めっちゃ私もったいないことしてしもったな。おー、美味しい。へー。サメの気持ちになって、なった気分になれるね、これ。あれ？食べられない。あ、食べられた。もぐ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 。美味しい。美味しいぞー。うまいぞー。何？もぐ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 。あ、なんか、もらえた。石。これなんか、ガチャ石的なやつなのかな？もぐもぐもぐ。え、外れとか知らんがな、外れとかな。知らん。何これ？腹ペコ？あ、食べんかくても、あかんねんや。あ、死んだ。また食べられちゃった。白目。あ、でもさっきよりも、ハイスコア伸びてる。ちょっとずつ成長してるんちゃう？これ。次。レベル3。プレイ。いやー。また面白いゲームやね、これ。いや、BGM ないから。私のトークスキルだけで盛り上げなあかん。またほらね、これおかしいって。普通に地上から落ちてくるって、このサメなんなん？人間が作った、もしかして。バリバリ、あー食べたい。あ、そういえば痛い、毒がある。知らんわ。この前お寿司食べに行ったんですよ、回転寿司。あ、食べれんの？なんや、食べれるんや。そう、回転寿司行ったんですね。で、あー、ごめんなさい。回転寿司行った時に、くら寿司行ったんですよ、くら寿司。で、その時に、ビッグラポンで、ドラゴンボール
スーパーベッどんだけドラゴンボール好きやねんって話なんですけど、ラバストのビッグラポンがありまして、私40皿、全然た、おらんや。あ、食べられた。死んだ。死んだ、死んだ。あーあ、そう、で、ドラゴンボールスーパー、あ、食べると、ドラゴンボールスーパーの、そのビッグラポンがありまして、あー死んじゃった。フカヒレスープになったってどういうこと？で、なんだっけ、40皿食べてやっと1個当たったんですね。あれって5皿で1回ゲームができるんですけど、ビッグラポンって、あれって、お、レベル4になった。何これ？スペシャルシャーク入ってみよう。課金ですとか言われたらどうしよう。今すぐゲット。あ、出たー、こういうの。わかったよ、いいよ。もう私、メジロザメがね、相棒だから。相棒、メジロザメだからいいの。はい。そう、ビッグラポンの確率って、どんくらいなんですかね？ご存知の方いらっしゃいますか？なんか、一時期行った時は、なんだったかな？ 40 ちょっとで、普通に、40ちょっとで、まあ、2皿食べれたんですけど、なんか前回結構あんまり当たりがよろしくなくて。あ、こんなとこあんねや。初めて来た。え、何？クリスマス？なんか、何今、何食べたん今。なんかびっくりしてんけど、なんか変なの食べたんよね。ちょっと、え、これって人間とか食べるんですか？ミッションアンロックどういうこと？これって、人とか食べんの？まあ、サミアから食べるか。変なゲームやね。痛い、トゲトゲって書いてある。あ、痛い痛い、わかったわかったわかった。ごめんね。ごめんね。わー、なんかいっぱい入ってる。わー、わー、もぐもぐもぐ。おいしい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 よ。おいしい。人食べれんのこれ。やば。人食べれんの？怖ーい。深すぎる？水圧ダメージ。水圧。あ、痛い。食べないで。バイバイ。あれやな、弱肉強食の世界を、もろに表現してくれてるゲームやね、これ。世の中弱肉強食やでってよく言うけど、それを物語ってくれてんな。パク。なんか食べてる範で。今まさに人、あ、これや、さっきのサンタさん。美味しかった。サンタさん食べるとか斬新すぎる。ほんまに。あ、宝箱。あ、え、なにこれ。本日の報酬。次の日ももらいに来よう。あ、宝箱なんてもらえるんや。デイリーボーナスっちゅうやつやな。なるほど。へぇー。あ、ポイントめっちゃ高いで。やらない？今までの中で一番いい感じ。え、なんで赤いん？あ、サンタさん。美味しい。食べさせてくれない。もぐ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 。毒盛り。美味しい。あ、逃げられた。あ、食べれた。もぐもぐ。魚ばっかりとかさ、文句言うなよ。サメが言ってんやろ、おそらくこれ。僕さ、魚ばっかりじゃ、美味しくないよ。もっといろいろ食べさせてよ、とか言ってるんでしょ？いいじゃんかよね。美味しいんだからさ。食べさせてやってるだけありがたく思いなさいよ。雑魚いっぱい、雑魚がとかじゃなくて。いや、美味しいから、かじられたじゃないよ。もう弱肉強食だから私が食べてやんよ。お、今回なんかめっちゃ頑張ってんな。今回頑張ってるんちゃう？バン。え、多分な、これ当たったら危ないやつやと思う。ああ、クラゲもな、あかんやつや。え、なんか降ってきてる。なんか降ってきてる。いや、森攻撃とか知らんがな。ああ、腹ペコ。まだ食べるよ。おいら、腹ペコなんだ。おいしいもの食べさせてくれよ。あ、カメ。カメ、うまい。カメ、あ、サンマもいる、サンマうまい。サンマ。はい、はい、
様を食べるとレレレ、頭が良くなる。頭良くなんのかね。こいつらさ、変なんとこさ連れてったらうち怒るで。あー、食べた食べた。いいね、うまいだろ、ツナマヨネーズ。いいじゃねえですか、ツナマヨネーズ。マグロ、はいはい、マグロを食べ、タートル、タート、あーあー、痛い、痛い、ででー、あ、でもね、すごい、13,540 ポイントまでいった。すごない?すごいわ。ちょっとずつやけど成長してる。あ、レベル5。レベル6。すごい。すごい。あ、噛みつきとかこれ、レベル上げられるんや。やった!え、これすごい。スピードも上がる。ブースト?一時的にスピードと攻撃力がアップする。お、すごい。すごい。噛みつき度も上げられる。え、どうしよう。え、噛みつきもう一回増やす。あと、スピードとブーストをちょっとずつ上げる。よし!これでいけるんちゃう?もうこれならね、余裕ですよ、私。なんか、こいつ目ん玉白なかった。目あった。いや、あのね、次ならね、多分いけるで、ちゃんと強くしたからな。あの、普通に、あの、俗に言う強化みたいな。だからお前なんでさ、上から来んの、ほんまにな。あ、すげえ!あ、すごい、なんか、あの、すごい、掃除機みたい、掃除機、ほら。掃除せなあかんからな。ほら、すごい。すごい、ビタミン取りなさいよ、皆さん。取んないとね、あの、お肌によろしくないですからね。お肌肌とか関係ないな。あー、お前は嫌いだ。あ、どこここ、なんか逃げたら。あいた、オブルトラーバーバーバー。気持ち悪い。死に方気持ち、え、すごい !29,570 ポイント。一気に上がった。すげえ。すごい、レベル上げたらほんまに強くなったな。よし、うん、CM から戻ってきたぞ。お、一気にレベル上がったんちゃうこれ。すごーい。いや、あのね、掃除機シャーク。こいつのあだ名は掃除機シャークや、お前。もうね、掃除機のごとくね、吸い寄せられていったで。いや、びっくりした。サイズ、食べた分だけ成長して、レベルが上げ、最大レベルで、次のサメをアンロックできる。よし、じゃあ、次のサメがね、できるぐらいまではね、ちょっと私頑張ってみようかなって思う。ほら、もう掃除機的吸引力や。ルンバよりもこいつ優秀やな。こう、操作した方向にさ、勝手に進んでくれるから。ルンバはあれ、自動、なんか自分のあれでやるんやろ?なんか、語彙力。うまい!お前さ、ザークばっかり食べさせないでくれよ。とかさ、そういうのさ、やめよ。やめ。あかんで。やっぱさ、好き嫌いしたらあかんで。だからな、野菜嫌いとか言ってる人はな、ちゃんと野菜食べなあかんで。うん。てか言いながら私も最近野菜取ってへんねんけど、もう正月にな、自分の好きなもんばっかり食べてて、ちょっとさすがにな、やばいなと思ってますよ。うん。だからな、あ、わかった。ごめんね。あ、ちょ、ブル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 。で、1290ポイントしか手に入ってないから。ねえ。わかった。え、なんで死んじゃったの?あの、やっぱあの爆発当たったらあかんねんな。わかった。あの、触れたらバーンなるやつや。で、これほんまに音楽ないねんな。いやー、ほんまに、あー。いやー、もうね、これな、この雑魚やけど、やっぱ吸ってるもう掃除機扱いして。なんか吸ったら、あ、間違えた。吸ったら、なんか、こうやってほんまに吸収力ええから、見てて気持ちいいよね。せやからもうなんかな、イライラしてたまらん時にこれやったら、イライラなくなると思うで。うちも、今日な、ちょっといろいろあって、めっちゃ、
痛い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 ってはやめてやめて痛いからね。そうめっちゃあ分かった分かった分かった。あ死んじゃう。そう今日めっちゃイライライライイラ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 しとってんけどなんか。やだなみたいな感じになっとってんけど、でもなんかこれした瞬間になんか吸い方食べ方っていう食べ方がほんまに面白すぎてそのイライラがどっか行きましたとさ、ちゃんちゃんオッケーオッケーよし。でなこのなサメは一体正体なんやろね、あれなんやろ、あの地上からさ吸い上げたわけやから熱帯魚泥棒。熱帯魚って美味しいの。そう。で、何の話してたっけ？また忘れてしまった。もうどんだけな、あれやねんやん。忘れてしまったわ。でな、そう、熱帯魚で思い出してんけど、私、高校生の時に、三宅島っていう山に行ったことが、ありまして、ご存知ですか三宅島。東京の山なんですけど、東京だよね、これで違ったらちょっとやばいな、まあなんですけど、そのそこで釣りの体験をさせていただいたんですね、させてもらったんですよ。でその釣りのた、あーもうもう同じミスに引っかからないって言って死んじゃったじゃんかよ。させてもらったんですよ。で、その時に、もう、やっぱり、すいません。その時に、釣りを経験しまして、で、まあ、3時間ぐらい体験させてもらったんですけど、まあ、釣れないんですね。私の竿を。で、まあ、ある程度、時間経ったら、様子見ようって思って、釣り竿を引っ張ったりとかするんですけど、まあ、その時には大体もう、魚ちゃんに食べられてるっていう、まあ、非常に、まあ、初心者あるあるなのかな。そんなやったことないか分からへんねんけど、もう、蚊の亀な、夜逃げんな。で、その時に、友達が、なんか、釣り竿の釣りが、こう、キュピッキュピッってなってて、は、人間。あ、ごめんなさい。これ、ウェイターどうなんの？あ、何にもならへんのね。で、なんだったっけ？そう、行って、で、友達の釣り竿がピクって動いて、で、あ、死んじゃった。ピクって動いて、釣ったんですよ。えいって。そしたら、熱帯魚がまさか釣れたっていう。で、その熱帯魚が、まあ血を出して、赤い血を出して、まあピクピクしてたんですよ。で、すごいかわいそうだなってなって、しかも熱帯魚って食べられるのかわかんないんですけど、なんか話によるとまあ食べてもあんまり美味しくないらしくて、まあ結局は綺麗に取ってあげて海に返したんですけどね。だから、それぐらい海綺麗なんだって思って。人間！特上のお肉。食べ方が。でもな、これ普通にさ、3D。何？これ。3D で考えたらほんまにこれ怖いで。怖いゲームやと思うねんけど。普通に考えたらな。お、マグロ、マグロ、マグロ。マグロを食べると、てんてんてん。あ、マグロのお刺身食べたい。青いち。かじられた、かじ、あれ死んじゃった。でー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 、なんで今死んだのか全然わからんかった。なんで死んだん？でも168個になった。どう？ 9。 お、あともうちょっと。よし、10レベルまで頑張ろう。10レベルまで。いやー、もう私のね、大事な相棒なんでね。大事にしたい。エルフに泥棒に気をつけろ。プレゼントを盗むと美味しい報酬がもらえる。あ、そうなんや。あれ取らなあかんのか。だからお前、ほんまにさ、どっから生まれてんの？
なんかうるさいぐらいに突っ込んでる気がする。じゃあ左下だから攻略してった方がいいっていうことが分かったんで、左下から何で逃げんの？攻略してきます。やっぱみんな食べられるっていうの分かんのかな？でも私、海の中とかね、ダイビングとかやったことないんで、こういうのやるとね、なんか海の中を潜ってるような気分になりますね。ゴールドラッシュ。もぐ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 。いやー、いいな。やっぱ、ダイビングとか、憧れちゃ、あ！憧れますねー。まあね、でもサメ、あ、いた！サメに食べられるのはちょっと嫌かな。しんどい。しんどいですまへんけど。あ、やっぱ水圧ダメージ、でかいか。わかったわかった。ごめんね。サメもそんな下いけないんだ。てかさ、このサメ今思ってんけどさ、最初やった時よりなんかでかなってない？気のせい？なんかでかなってるやんな。もぐ、スシロール。なんかでかなってるわ。あ、やっぱ成長すんねんな。あー、待て待て。イエティー。なんかさっきからサンタの人いっぱい食べてるような気がする。タッチしてブースト。タッチしてブースト。タッチしたけどな。おかしいな。このね、ブーストできてんのかな？なんか、血出てない？大丈夫？なんか飛んでったよ。あ、飛んでった。あ、その魚が飛んでるんやね。おっか、爆弾あるとこや。気をつけなあかんな。特盛り！はい！あ、爆、ほぶの！ほぶの！あーあー、ブースト、ブースト。生きてる。ダメだった。でもね、だいぶなんとなくね、慣れてきました。その、ブーストっていう項目以外は。ブーストかな？ダメなんだよな。おー、もうね、ここら辺もぐもぐするのもね、正直言って、慣れました。あの亀食べたい。やった！欲望に勝てた。欲望？あ、待って、あいつは、やばい。あいつはね、ガチやばい。ガチ勢やから。あ、ばば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 。もぐもぐ。あ、すごい、毒。あうちな人だ。あうち、ゴールドラ、あう。あ、すごい！これぶつかっても大丈夫なんや。うえーい。あと言って調子に乗ったら死ぬからな。いやいや。あうち。なんかアザラシのなんか凶暴もどきみたいなのに当たるのが一番怖い。もぐ。ディナー。あんまり人食べるのよろしくない。あ、10レベルになった。ウェーイ、やったー。さっきの、あれ？人どっか行っちゃった。あれ、エルフらしいね。妖精。お、やったやった。マグロ、マグロ、マ、おー、赤いマグロがある。マグロ。フカヒレスープになった。なんで食べるの？お、10レベルになった。これでいいのかな？これでいいんだ。よし、じゃあ、次で最後にしよう。噛みつき度を、OK。で、これ最高にする。もうそしたらもうね、誰にも負けへん自信がある。うん。これでいく。これ、行く。これで行く。もうね、負けない。負けないから。負けないからね。もうね、すべてにね、勝つ私は。行くぞ！噛みつき。おそらく、もうダイソンを超えるね、吸収力やからこいつ。ほらー！ダイソン超えてるで。ほら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 。すごない？めっちゃ食ってる。ほれ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 。ほれ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 。ほれー！あ、ゴールドラッシュ、イエーイ！イエーイ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 。おー、いいじゃん。やりました。私やりました。さあ、人間ちゃん、あれ、いなかった。人間ちゃん逃げられちゃったかな。あ、痛い！あ、やだ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 、トロトロイ！そんなんでやられへんよ。ふへへへ。ほらー、素晴らしいね、この吸収力。たまりませんな。いやー、最高な気分だぜ。あれ？あ、でも、この衝撃でも、あーだー！うるしゃらこれ、フェー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 フェ
活した。復活した。いろんな意味で復活した。弱肉強食。そうだね。食べて、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 ほら、食べて。ほら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 。ウェーイ！いやー、今のはね、最高のお肉でしたね。浮き輪マンって書いてある。何、浮き輪マンっていう名前なの？よくわかんないんだけど。これあれかな、あれなのかな、なんかサメの種類によっては、あの下水圧高くても大丈夫ですよみたいなのあるかもしれへんな、もしかしたら。いや、ほんまに世の中弱肉強食や。書いてあったもんな、さっきな。さ、じゃあ次、下行ってみようか。おそらく途中までしか行けへんと思うけどな。負けないぞ。もうな、すべて食べるから。あ、痛い。あ、毒がある。あ、毒。さっきのバンだったけどね。やっぱ、あー、水圧ダメージって食らうねんや。あかんか。そっかそっかそっか。じゃあ途中までやるだけやってみて、ちょっとやばそうになったら戻ってこか。え、嘘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 、あ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 、嘘やろ？でもさ、過去最高のポイントだった。最後までご視聴ありがとうございました。こんな終わりなの？ないよ。